いい話。あ、ちょっと、ちょっとあのもしかしたらちょっと長くなっちゃうかもわかんないんですけど、うん、はい、いいですか。いいですよ、全然それはもう。今年のお正月に、はい、世界遺産を 見ようっていうんで、ペルーにマチュピチュに行こうってなったんですよ。ほんで僕と後輩と、ほんで、まあ、知り合いのディレクターと、放送作家と男4人で、うん、いや行こうと、うん、ほんでいろいろ調べてると標高が高いので、うん、高山病の薬を処方してもらって、それを飲まないといけないって、お医者さんの方行ってお薬出してもらったんですよ。ほんならこれ手足がしびれることがあります。飲んでから24時間後に薬が効き出して、手足がしびれる場合がありますけれども、それは心配ないですから薬効いてるだけなんでって言われて、あ、そうですかって言って、そんな楽しいお正月の旅行に手足がしびれるような薬を飲んで行かなあかんかと俺ちょっと思ったんですけど、もうみんなまあね、もちろん飛行機のチケットも取ってるし、じゃあ行こう行こうって言って、でもう行ってからの何日目にこれを見てとか、その次の日はこれやってとかっていう日程はもう3人に任すわって言ってお任せしてたんです。ほんでまあ行くってなって行って、ほんでまずはじゃあナスカの地上絵を見ようっつって、もう、うわすげえってもうめちゃくちゃテンション、ね、上がるんですよ。ほんで部屋割りとして俺と後輩が同じ部屋で、ディレクターと作家が同じ部屋なんですよ。ほんでこの一緒に泊まるこの後輩っていうのがなかなかこうなんていうんですか、不具合が多めの後輩で、ね、こう寝てます、うん、ほんで夜中にごそごそって、あ、トイレに起きよったなと思ってるんですけど、でファーって行ってトイレの電気つけよう思ってパッて押したら部屋の電気がファーってついて、部屋消して、でトイレつけて、でおしっこして出てきて、トイレの電気消そう思って押したら部屋がうわーって。いや、カメラカメラ楽しい旅行やし、ほんで次の日起きてホテルのロビー2人で、で後輩がこうカメラ回してるんですよ。いや、ジョヤさん言って、ほんでいや、これって最終日にもう一回このホテルに戻ってきますと、あ、そうなんやっつって、ほんで、まあ、おっさん同士ね、何が楽しいねんいう話ですけど、旅行でテンション上がってますから、このペットボトルのキャップを、これをこうホテルのロビーのこう観葉植物にこう隠して、これを4日目最終日に来てもう一回取り出そうとみたいなね。いや、もうそれがもう楽しいんですよ、ね、それいいっすねー言って、ほんでじゃあいよいよ町口に向かう電車に乗るためにこう車で移動してて、ほんならあれ最終日にまたあのホテル戻んねんなーって言ったら、ディレクター作家が、いや戻らへんよって言って、いや町口泊まってなんだかんだして、最後はもう空港行って帰るだけや、戻ってけへんよって、え、ちょっと勘弁してよと。それこそもうはしゃいだ日本人がただ植木にゴミ捨てただけやんけど、でもちゃんとして、あ、そうでしたっけみたいな感じなんですよ。で、まあ、マチュピチュ行こうと、で電車でずーっと行くんですけど、乗って、もうもちろん初めてですよ、楽しいなーって、わー、切符の背景にお兄さん来あって、飲み物どうぞってお姉さん持ってきあって、あれ、この後この二人がここでファッションショーするなって思ってるんですよ俺。あれ、何やこれ、何やこれ、え、と思ったらバーン音楽流れて、うわー、ファッションショー始まった。あ、ほら、やっぱりや、この後この着てる服をワゴンに乗せて売り出すと、絶対売るはずやと思ったら、終わってバーってどうですかって売り出すんですよ。何やこれ、何やこれって、俺5年前に一回世界不思議発見出た時の問題がそれやったんですよ。ペルーマチュピチュ行く電車の中で行われることなんでしょうっていう、俺それで仁志君人形募集とされたやつやったんですよ。それやったんや、覚えてたんやって、ほんでうわそうなんやと思って、ほんまにそんなんあんねんな言ってマチュピチュ行ったら、もうすごいんすよ、うわ気持ちええなっつって、ほんでもうガイドさんにいろいろ案内してもらって、これ見てくださいと、これ四角い石なんですけど、これ当時その14世紀とか15世紀もちろん磁石も何もない時に、磁石ちょっとかざしてみてくださいってかざしたら、これ東西南北バーチー四つ角が覆うてんすよ、すごいと、これはすごいパワーストーンで、これ感じる人はすっごい感じるんですよ、手かざしてみてください、後輩がうわめっちゃ来ます、僕すっごい感じますっつって、マジかそれ、いやマジですごいです、めっちゃ来ますよ、から、あ、これあれよ思って、全然関係ない、あっちにちょっとかざしてみて、はい、うわこっちもめっちゃビリビリ来ますって、高山病の薬効いてるだけなんですよ。
なんやそれ。お前24時間前飲んでたやつ聞いてるだけやねんか。で、まあまあ楽しかった、そのままあって楽しかった、帰ろうって言って空港行ったんですよ。ほんなえらいざわざわしだして、壁ってその外見たら、もう真っ白なんですよ、霧で。ほんでノームで2時間待って3時間待って4時間待って、結局朝の3時に飛行機飛びませんと。それも2日間飛行機飛びませんと。俺3日目に「笑っていいとも」生放送仕事始めやったんですよ。2日飛ばずに3日目だから、僕はお昼休みはもう機内の中なんですよ。もう間に合わないですよ。生放送飛ばすことになるんですよ。飛ばすね。どうしようっつって、まあ、とりあえずね、もうとりあえず空港からも出てくれって言うんで、うん、出たんですけど、その空港自体どっかも飛行機飛んでませんから、うん、もう出たらもうパニックなんですよ。もう人がタクシーの取り合い で、うん、で向こうのタクシーってその超人がこうついてないから、どれがタクシーでどれが自家用車か分かんないですよ。で、中にあのメーターがついてるタクシーに乗ってくださいねと、うん、ついてないタクシーもありますっていうのは、ガイドさんが最近乗っけて観光客を目的地言うと全然違うとこ行って、うん、無線で仲間と連絡取り合って全然違うとこで降ろして身ぐるみ剥がすみたいな事件もあるんでみたいな、あと聞いてて、空港からそのガイドさんにもう無理やり夜中3時起きてもらって、なんとかホテルを、うん、取ってもらって、うんうん、初日泊まったホテルから取れたんですよ、うんうん、ほんでも今度タクシーと探さなって言ったら、その後輩がタクシー捕まえましたって言って、で行ったらもうね、嘘みたいなラテン系のアロハ着たヒゲバーン生えて、おおマイフレンドみたいな、めっちゃ陽気なめっちゃうさんくさいおっちゃんなんですよ。ほんで俺大丈夫かと思って車内パッて見たらメーターついてないんですよ。これ大丈夫か、お前ならオッケーオッケーマイフレンドって、そのスーツケースをトランクにバーンバーン乗せるんですけど、4人ですか4つあるんです、スーツケースが2つしかもう入んないんですよ。ほんでどうしようって言ったら、オッケーオッケーって膝に後ろ乗り込んで膝に乗せろっつって、俺は後ろ3人乗ってドーンドーンスーツケース2つ置かれて、痛い痛い痛い言いながら、それを見てガー笑いながら、オッケーオッケーマイフレンド言って、全然フレンドちゃう言ってタクシーバーン行くんですけど、めちゃくちゃ飛ばすんですよ。ほんで信号無視バンバンするんですよ。ほんでね、車内なんかサルサみたいな音楽がなかなかのボリュームでズワッと鳴ってて、それをね、ハンドル持たずに、そのハンドルの T の字のところに手突っ込んで、ズワッとこうやって、ザーって言いながら、どうもどうもって歌ってるんですよ。ほんなついに無線で、どうもどうもってこうやって、言い出したんですよ。これやばいやつや、これほんまやばいやつやと思って、もうガンガンスピード出すし、だいたい初日止まってるんで街並みちょっと分かってるんですよ。でもうちょい行って先行ったらホテルやなって分かってるのに、そこ左に急にバーン入って、めっちゃ細い道ぐわー行き出すんですよ。俺ら4人これほんまやばいやつや思って、大きい通りバーン出たら、そこドーンホテルなんですよ。ただの近道やって、ペルーで左折してくれた。ほんでお金言ったら普通の金額で、ただの優しい陽気なにおっちゃんだ、マイフレンド言って、ありがとうありがとう言って、ほんで俺もホテルバー入って植木に手っ込んだら、ペットボトルのキャップあったんです。何やそれ、ハートフルなんかの話。ペットボトルのキャップでこんな感動することないで、知らん土地で。一瞬怖いね。でもね、一瞬怖いとこまで行ったからね、話としては。やっと着いたか。いや、ほんま良かったな。そうなんですよ。なんでひとし君人形の時に俺の方チラッと見た。関係ないから。ひとし君違う。いやー、滑らないっすね。滑らないっす。まだまだ行きたいと思います。じゃあ行きます。はい。僕が小学校3年の時に、給食袋がなくなったんですよ。ほんで先生が、まあ正直に言えと、手挙げたらもうそれは許すと、目つぶれって言うから、みんな目つぶって下向いて、取ったやつって言うた瞬間に、誰やろうなと思って、俺薄く開けたんですよ。ほんだらめっちゃ俺の前で先生こんなんもう俺ちゃうのに黒田の話は悲しいな。
行きます。あ、ジュニア、まあ、小林君とは昔からもう十数年の付き合いなんですよ。でまあまあそのね、ちょっとそのなんて言うんでしょう、優しくて力持ちみたいなね、曲がったことは嫌いですよみたいな、男らしいよ俺はみたいなね、困ってる子がおったら助けてあげるよみたいな、ずっと本当にそうなんですよ彼は、昔からね、男らしいなというね。そんな小林君とですね、あるなんかあの劇場で元旦に一緒に仕事やったんですよ。ほんで仕事終わったんで、小林今日どうすると、もう毎日あの一緒に遊びに行ってるんで、今日どうするって言ったら、いやあの今日は元旦なんで家帰ります言うて、あんまか言ったら小林の電話が鳴ったんですよ。ほんならいつもこの温厚な小林が、ああ分かってるわなってえらい切れてんですよ。誰やろと、ああじゃあ帰るよ、ああ3つや言うて、めっちゃイキりながらお母さんにお餅の数で。おかん雑煮うまいんですよ。格別岡山風のこれ。おお。じゃあ蜂蜜行こうか。なんで？喋ってないっすよ。こっちのオープニングでいけそうな気がする言うてだけです。それもそれでそれは結果としてドンズベリでしょそれは。じゃあ天心木村行きましょう。ありがとうございます。僕、まあ、やらせてもらうとエロシーンっていうのが、まあ、あるんですけど、伝統的な日本の伝統的なものである詩吟と、まあ、エロとこう融合させたものなんですけども、まあ、その詩吟、の方がですね、僕小さい時からお父さんに、教えてもらってまして、お父さん師範なんですね詩吟の。で僕あの9歳の時からずっとやってまして、30歳で詩吟の師範代をほんまに、取りまして、詩吟師範代でやってるんですけども、でエロ詩吟をやってるっていうことは、親父には内緒でちょっとやってたんです、その親父がちょっと厳しい人であるんで、真面目なもう厳格な親父なんで、まあ、内緒でずっとやってたんですけど、今年の年始ぐらいにあのテレビでやってるのを親父がちょっと見かけたみたいで、まあ、電話かかってきまして、ちょっと一回帰ってきなさいと、話があると。あ、分かったって。怖いね。これはもうこっち怒られるやん、ね、で帰って、もう親父がもう待ってるんですよ、もうそろ座れっつって、はい、つもうこれ怒られると思ったから、ごめんなさいって言ったら、いや全然ええよ、あらエロと詩吟面白いやないかって言うと、全然ええよエロと詩吟面白いやないか、ただ詩吟が下手すぎるやろって技術の面で怒られた。そっから猛特訓ですよ。お前のやつはな、こう舐めててーと一本上司や。もっと舐めててーやもうやりたい。もう親父の口からそんなん聞きたないわ。もう最後のお前こすりつけるこすりつけるじゃん、こすりつけるやろなあお母さんって、お母さんに言うなよ。お母さんに言うと恥ずかしいやろ。いや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 、いきます。素晴らしい。あ、ヨダ、はい、これあのたこ焼きを買いに行った時の話なんですけど、はい、まあお客さんはいてなかったところに僕は行ったんですけど、二十歳ぐらいの女の子と同着に着いたんです。あ、ピタッて、でパッてこう焼けてる分見ると、もう500円分ぐらいがちょうどあるかなぐらいで感じやって、一応同着やったんで、あの女の子のその女の子やったんですけど、女の子にどうしますっていう感じの目を合わしに行ってっていう感じでパッてそっち見たんですけど、こっち一切見んと500円分って言いよったんです。でえってなって、ほんでまあそのなんか店員さんの人がちょっと歯抜けてる人で、へい、外気持ちねって言ってこうなんかバーッ作り出すんですよ。あれ、俺もう同着やったのに、いやほんまにほぼ同時やったんですよ。え、なんで俺の方聞けへんのと思って、でわーってなってたんですけど、もうなんかもう女の子はなんかもうなんか青のりいりませんとか、なんかもうマヨネーズ抜いてくださいとか、ソースもいりませんって、お前何が食べたいの思いながらもうってなって、でその子はまあそれを買って帰ったんです。で僕は今から焼くのを待たなあかん
ことになって、ほんでそのちょっとファン抜けた人が、うん、お客様何個ですかって言うから、あの500円分でって言ったら、はい、ちょっと待ってくださいねって言って、こうやり出すんです、やり出したんですけど、奥からちょっと店長クラスの兄貴みたいなのがバーって来て、お前謝ったんかこの人にって話になった。おおおで、で何ですかって言うから、あのいや違うわな、お前見てたらお前同時に来てあったのにやな、ちょ二人に聞かんかいみたいな、お前なんでもあっちやねんってごめんなさいねって僕に謝ってくれたんで、謝ってくれたら、いやもうそれ全然いいんで、でお前もうええわ、もう引っ込んどけ、お前役遅いからって、すいませんね、とりあえずそいつバーって帰ったんです。ほんで奥に入っていって、ほんでね、もうほんまちょっと兄貴みたいな感じのやつでバーってやりながら、ほんまね最近の赤いやつはボケ取るんすわみたいな、うん、で僕はあそうですかとか、そうです、ね、あそう言われると僕もまあそうかな思ったりする時もあります。まあほんでね、こんなもん何やかんやでね、もうあいつも使い物にならへんしね、若いやつの子めねちょっとどうしますみたいなあってもおかしないっすか、ボケ取るわ言いながら、うん、むっちゃスピードで焼いてくれたんです、うん、ほんで最後クリ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 ってたこ焼きをバーって丸め出して、ちょっと引っ越しするじゃないですか、うん、こっちちょっと上げて、うん、こっちをこうやって、はいはいはい、でこれバーってやりだした時になんかね、これプロの技かなと思ったんですけど、うん、めっちゃこう時間こうかけてやりはるんです、うん、であこれやっぱりこの間っていうのが美味しいたこ焼きの秘訣なんかなと思って、うん、僕もこうやって見てたんですけど、もう最後にはもうこのひっくり返すやつも置いてもって、うん、もうこうやって見てはるんですよ、こうやって、うん、であこの間が大事なんかなと思ったんですけど、うん、その日一番びっくりしたんですけど、その人が僕にパッて僕の方を向いて、うん、すいません僕たこ入れましたっけって言うんですよ。すいませんって大きい声ほんで窒息を開けたら入ってるわ入ってたんやん、お前思ってたことどれやないか。びっくりしました、はあ、まあまあね、怒ってたからね、ちょっともう抜けてもらったよ。大丈夫小山、はい、いきますか、はい、なんかこんな声出るみたいなあの感じの、はい、こんな声が出るのんっていう、はい、というかまあ何ですか、そんな感じで声出るみたいな感じなんですけど、僕の嫁はんがあの、まあ、僕付き合ってた時にスノボー結構好き で嫁はんよく行くんですけど、で、まあ、僕もスノボーやってたんですが、まあ、こういう仕事してたんでなかなか行けない。でも嫁はんの弟がもう大学時代そういうスノボーのサークル入っててフルフェイスかぶってあのバーってもう変なんですけどこんなジャンプしたりとかするぐらい上手で、もう一冬にめちゃめちゃ行く弟だったんですよ。その弟たちが行く車に、嫁はんが乗っけてもらって、一緒に行ったりとかしてて、で僕も休み終わったからその乗っけてもらって、僕らカップルと弟含めた男3人5人でそのスキーのところに行くというのがあったんですけど、であの弟に私乗っけてもらうけどあんたも行くみたいな、ああほんだもう行こうか、でもちょっとこの世界で、おるとですね、この一般の方とちょっと旅行に行くっていうのはちょっとこう僕ら抵抗あるというか、嫁はんの弟の、友達ってなったらなんか向こうでなんかいっぱい喋ったりせなあかんのかなとか、まあ言うたらおもんないこと言うてきたりとかするのも言いなさなあかんのかなとか、やっぱり厳しい。でもまあ一般の方はそう思わないですけど、でもやっぱり嫌じゃないですか、大体彼女の友達と会うのも嫌やのに。まあでも嫁はんもスノボ行きたい言ってるし、まあたまには嫁はん候補というか彼女候補しようかいうことで、まあごめんなーってのっけてもらいますって言ったら、ほんだら弟同い年の友達おって、もうこの子もスノボ上手なんですけど、その先輩と呼ばれる一人がおったんですけど、それ僕と同いなんですけど、まあその同じサークル入ってたみたいで、ほんで今日すみませんみたいな、お願いしますはいみたいな、で向こうはちょっとまあ僕全然売れない芸人なんですけど、一応俺の姉ちゃんの彼氏は芸人で、あちょっとだけテレビで見たことあるみたいな雰囲気になってます。でも僕はもうあの芸人と喋るときは結構電源オンにするんですけど、一般の方と会うとき電源オフにするんですよ。そんな別にわーってこう喋ることもなく、もうまして乗っけてもらってるからもうそーっとおる感じなんですけど、ほんで嫁はんと僕は一番後ろにおって、嫁はんでちょっとこそこそ喋ったり、まあ喋らへんかったり、ほんなら弟が運転して先輩が助手席なんですけど、まあ最初その先輩というのがどうやらリーダーっぽいんですけど、まあ芸人が同じ車乗ってるということで最初ものすごい様子見なんですよ。普段はもうわーわー言うてるんでしょうけど、弟は僕と慣れてるから結構振るんですけど、おーみたいな、なんかどうのこうのこうのみたいな、そうやなとか言うてるんですけど、たまにもう30分に1回ぐらい、あれでも小籔さんってあれ吉本ってほんまにあのギャラ安いってほんまなんですかみたいな、あ
そうですね、僕ら全然売れてないから本当に安いですね、よその事務所とかちょっと僕知らないですけど、でまたちゃう話になって、でまあ、あの他、先輩誰会ったことあります、テレビ出てる人とか、あまあこんな人とかは会ったことありますけど、あこの人はいや会ったことないですね、へえとか、ほんなら芸人やから結構喋ってくるんかなっていう感じでパンパンでジャブくるんですけど、僕は全然もう電源多いですから、もうスッスぐらい避けて受け答えだけして、あなた別にそんな面白い話のディスカッションする気はないですよっていう、なんでやねんなんでやねん、いやそんなね、まあ満勤で喋って滑っても嫌やし、だからねもう嫌やと僕はもう閉ざしてた、何回30分2回来るけど、はい、まだまあ経費になった、そしたら僕が電源オフにしてるし、芸人にもちょっと勝てるんちゃうかと思ってるようなタイプやったんで、だんだん車がそのスキー場に近づくにつれてだんだん声大きくなってきて、うん、こう、ま、なんですか回し出すというか、うん、その車の中をこう回し出すんですよ、弟をいじってみたり、後ろに座ってる連れをなんかふさしてみたり、ほんでなんかおもろい話みたいなしだして、ほんでこうええー、とかで後ろの連れに喋ってるのと見せかけて僕の方ちらっと見てみたりとか、いやもうそんなん全然思んないぞと思いながらでそこで何をって言うて僕が面白い話することもなく僕はもう電源切ってたんです、送ってますからね、ほんだらもう向こうがまあ助手席乗ってますけどもうほんまだんじりの上乗ってるぐらいこう気持ちは向こうだんだんよっしゃ芸人黙らせたと、ね、俺はこの車で支配してるのは芸人ではない俺だみたいな感じでもうこないしてるわけですよ、助手席ですがこうですけどもうトークはもうこないなってるわけですよ、これめっちゃ大きいこう夜中の3時ぐらいになってもずっとこのままでもう我覇者なりみたいな感じでこう喋ってるわけですよ、で僕はまあちょっとうとうとしたんでアパート起きたら続いて、ほんだらあの行きましょうかって、まあ、僕はもうおとなしい感じで、あじゃあお願いしますってバーって言ってたら、あの僕と嫁はんでリフト券をどうするかみたいな、1日券半日券といろいろあるんですけど、どうする もちろん1日券ではあるんですけど8,000円、1日滑るのかどうか分からへん工程が、だからどうするって言ったら、もちろん1日券しちゃうみたいなことをそのだんじり野郎が言うわけですよね、うん、あもうこっちで喋ってるだけやの、まあまあ上手やしその3人は、ほんだまあ俺らもそうしようかって思ったんです、ほんだまあその僕らが先乗ってわーって上まで行って、もう向こう3人もわーって乗ってくるんです、僕らは下手くそですからシャーッと滑って終わりなんですけど、そこはあのジャンプ台があるようなスノーボードのところで、僕らバーッと下行ったらジャンプするところにちょっと人だかりがあって、こう行ってここで止まるんですよ、順番にこうジャンプしていくみたいな、僕らバーッて下から見てたんですよ、あほんだら弟とかもバーッて行って、次弟の番や思ったらフルフェースバーッてかぶってシャーって滑ってくるんですよ、ほんで一回こうジャンプ台下から見てるから一瞬弟消えるんですよ、ガーッと一瞬消えてパッて出てきたらもういきなりぐるって回ってるんですよ、でクラ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 ズダーン言うて、おおすごいな健太と、ほんで嫁はんもさ上手やなって言ってて、次その弟の友達の子ですね、バーッてああの子やバーッて言って一瞬消えてファッて言ったらもういきなりボードを掴んでこんな感じで来るんですよ、めっちゃかっこええなやっぱすごいやん、まず言うてただんじり先輩の番だんじりじゃないけどねだんじり野郎の番で、あまあでも上手なんやろなってパッて見てたらファーっていって一瞬消えたんですよ、パッて出てきたら気をつけして空向いてたんですよ、何ですかこう平らにザッて出てきたらボードがこっち向いてて体がまっすぐ上向いた状態、ファーって出てきたんですよ、えっと思ったらそのままダーン押してズザズザー言ってそのまま動かへんようになったんですよ、だから腰骨やっちゃったんですよ、ほんで生き品あんだけだんじりで騒いでたんだよもう今動かないやんこの人と思って僕も笑けてこうしてるお前悪いわその時は腰骨やったとは思わないですから、うまいうまい失敗しただけやったから笑って何やねんあれっつって、嫁半も半笑いなんですけど、まあ半分はやっぱあのええやつなんで、いやこれいけるとか言ったら弟たちがバーってボード下ろしてガーって走っていったんですよ、ほんだらもうズザーってなったままそのだんじりやらこのままなんですよ、遠くで見ててええー、思って全然立ち上がれへんし、もう気をつけて落ちたまま僕は半に焼けこれでもどうなんねん思ってこう見てたらワン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 言ってそのなんだジェットスキーみたいなやつが来て。もうだんじり野郎乗っけてそのままファーって行ったんですよ、えってこれリフト券1日券もちろん1日券しようって言ったら、いやいや一本8,000円よう言うたなこと、あれ
だから本当にえっと待ってこれ一本8000円めっちゃおもろいね。なんあれ思って僕笑けとった。そんな弟たちがバーディーって、まあ、病院まで送っていくわって、えほんだら俺らも帰ろうかって、いやええー、もう滑っとってってまた戻ってくるから、いやええー、のって、いやほんまええー、まあ、先輩だけちょっと病院連れて行くからって、ね、行ったんですよ。で僕と嫁はんが、まあ、僕は笑いながらですけど、嫁はんもあんた笑いない言いながらちょっと笑ってたんですけど、でも心配やなと、一応やっぱりね、これどうなんやろ、帰ってきてほんだらすぐ帰るってことなんの。ほんだら今のうち滑っとこうかってバー滑ってたら弟たちが来たんですよ。おいそんな帰るかって、いやええもう滑るっつって、えなんでっつって、え先輩はいや車で寝てるっつって、え何って腰が捻挫か打撲か骨折かなんかそう忘れましたけど、結構その立たれへんぐらいになったと。で、まあ、病院行ったら治るけど、みたいな。え、そうやったらもう早く帰ったった方がええんちゃう。さすがに僕も言うたんですけど、ええ、もうみんな来たし、もう先輩もええって言ってるから、ええねん。ええの？いや、まあ、こんなもんやねん。俺らは、みたいな。あ、そうなん。で、まあ、滑って。ほんで、僕、滑ってたら熱なってきたから、一枚脱ぐわ。車帰って、一枚置きに行くわって、嫁はんと言って、ほんなら僕と嫁はんでバーって行こうと思ったんですけど、もう、だんじりやろがおるんですよね、車の中で。まあ、一応やっぱ、終わろうとあかんと。絶対笑うとダメじゃないですか。ここはまあその別に悪い人じゃないんで、僕も心配してる気持ちは 5% ぐらいやっぱあるから、やっぱり僕は笑うとあかん、ね、嫁はんも笑いない、いやそれはそうや、これは絶対笑い。ほんで僕その寝てるって言ったから、寝てたらあかんし、後ろカチャって開けて、ワンボックスですけどギーッと開けて、ほんでこう漫画みたいなのを読んであったんです、うん、でも弟たちが暇やろということでこんだけの雑誌をその置いてあってこう読んであったんです。ガチャッと開けたらんってなったから、僕が大丈夫ですかって言うたら、ほんまほんまそーっとした声とか大丈夫ですかおーって言ってたんですもう大丈夫ですかって言ったらおーってもうオカリナをそーっと吹いた時みたいなほーっていう音みたいな声が女子からこいつ悪いよ、もうめっちゃ笑えそうになってそんな声出るわ、もう何でやねん、音すぎるやろ痛いね、響くねん。でも出したら行きすら、それが走馬灯のように振り返ったら行きすらの車で大事にやってないねん、それもそれお前やん。僕が見た感じではもう回して我はもう相当な司会者なりという感じでお前の意味じゃん、もう弟をいじる、連れもいじる、おもろい話して僕の顔見る、やってたこととか、もちろん一日検証とか、出てきた時にもう空向いてたんとか思い出した。あんなに勢い気もあったのに大丈夫ですかやった、おー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 やで、そーっとオカリナ吹くな、吹いてない、あんな声出んねや、お前あれは僕、あれから僕スノーボードやめましたあんなやったら嫌や小籔、お前はお前はおもろいけど悪いわいやいや、嫁はんも笑ってましたから、ちょっとだけ嫁はんもちょっとだけ笑ってました。いやー滑らんねいきます。うちの母親が11月の1日生まれなんですけど、これがキティちゃんと同じ誕生日そうそうそうまあそれだけの話いい話、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 ちょっとたまに似てる時あるでしょ、ずっと横切ったからすごい速度やないと思えないですね。もうねちょっとねオチが逆にうっすらわかるやん的な話していい？なんですか？昔僕はまだ本当昔ですよ、東京来たばっかりの時ですよ、だから20代半ばぐらいですよ。で当時山崎芳生あれが20歳過ぎぐらいで、まあよくつるんでたんですよ。でまあ東京そんな知ってる人いなかったんですけど、まあまあ2人ともやっぱりその若かったですから女性に対する興味がまあ半端なくて、でまあよくナンパもし
に行ったんですよ、はい、2人で。で、なんか言うとこう割とこう僕の家で当時住んでたマンションに、はい、まあコンパじゃないですけど、うん、まあ、女性呼んだりして、はい、まあこういろいろまあまあよくやってたんです、うん、だからある時ねちょっとねなんか気づいたことがあったんです、はい、なんか山崎が、うん、たまに 2,3 時間ぐらいこうみんな女の子とバーッと飲んでると、うんうん、はい、僕の家のね洗面所に消えていくんですよ、はい、で10分15分ぐらい帰ってこないんです、はい、うん、あれなんやろうって思ってたの、うんうん、でこれ何度かこう重ねるうちに、はい、なんかこう規則性みたいなのが見えてきたんです、はい、うん、っていうのはそのコンパが盛り上がってない時は行かないんですよ、はい、ちょっとこのコンパが盛り上がってる時、うん、あれ今日なんかこの後なんかあんちゃうの、うん、っていう時に限って、うん、洗面所に行って、うん、10分15分帰ってこないんですよ、うん、これなんやろって言って、うん、突き止めたろって言って、はい、また今日もやりました、はい、家で今日はなんか盛り上がってます、はい、なんかタイプの女の子もいっぱいおる、はい、また山崎消えて、はい、うん、はい、5分ぐらいちょっと様子見つつ、うん、はい、洗面所バーンって上げたって、はい、俺のその家のその洗面所に、ね、M 字開脚しながらチンチンあろうって何をしてんねんお前先輩の洗面台で毎日人が顔を洗ってるところで正論めっちゃ正論ですビシッと怒ってやるさあ星来ましたよ。どうですか、この流れ、この流れでどうですか、この流れ誰か行きますか、ね、僕おあじゃあ、ね、最年長木村さんですよ、ね、松本さんと同じですけど言うやつってもうお前帰れやっていう話怒ってるな怒ってるな来んなよなんで来てんグアムのラーメン屋さんなんですけど、はい、松本さんいらっしゃったと思うんですけど、はい、後ろの席で日本の、まあ、要するにその、まあ、から出店してる、まあまあ、グアムには、まあ、もうそこしかないぐらいの感じのところも美味しいんですよ、はい、で現地の人がね、まあ、よく来られるんですよ、まあ、美味しい言うて、まあ、ラーメンね、はい、まあまあ珍しいのもある日本の味にもなってますわ今、はい、で後ろの席でねもうそれこそもうなんていうんですかね、もう短いオールバックでピシッとしてサングラスかけて、うん、もう褐色ですわね、現地の人ですから、うん、若い30、まあ、まだ行ってないです、うん、で一人で来られてたんですよ、ピタッとしたシャツ着て、はいはい、シャツ着て、はい、それでラーメンを、熱いラーメンを、で俺鏡で見えてるんですよ、この人でラーメンを着てめちゃめちゃ猫舌なんですよ。もう怒ってるね。もう怒ってるわ。こうまずね、こう来てね。橋でこう、橋はうまい。橋はだから何回も来てるの多分。橋上げて、肘ついて、さあこっから吹きにかかるね。角度変えたもう肘ついてるからもうずっと拭くつもりやねんずっと見えてんの構えてる何回拭くねこいつ肘ついてるで一回10回ぐらい拭いた後一回起きよん、はい、で置いてその縁丼の縁に箸かけてそうめん干すみたいな感じで一回休みよでまたおもむろにこうと思ってもう汁も何も味も何にもあれへん多分めっちゃ冷えてん、ね、クーラーも効いてるしもう一回拭こうとした時に、うん、ちょっと唇当たってええー、見たまだ熱い今肉眼で見たんですね見たんですよ何歩ほど拭くねでも吸うのはできへんからこう口に声入れてで食べてもう遅いやん、はい、で俺は食べ終わってもう行きましょうかって言って、はい、なんじゃこいつみたいな顔して横通るときにこう見たらこうやってパッと目をってなんでやねんなんでやねん何もグッドテイストのことありやんテイスト知らんやろ怒ってるなぁ怒ってるやん確かにあれはひどくてね。ねえ。ねえ。さあ。行きます。
っと、あ、僕ですか。大輔です。僕中学校1年の時なんですけど、あれもう無性にもう胸が触れたってしょうがなかったんですよ。まあありますよね。時期ですね。ほんまにもう胸触りたいと。で考えた時に、お姉ちゃんが2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ。で、これお姉ちゃんのもう胸触ったろと。これはすごい。もう触りたいね。いやー、滑れへんなー。緊急告知、人志松本の滑らない話 DVD 第1弾好評につき第2弾発売決定。詳しくはこちらの番組ホームページアドレスへアクセス。僕中学校1年の時なんですけど、あれもう無性にもう胸が触れたってしょうがなかったんですよ。まあありますよね。時期ですね。ほんまにもう胸触りたいと。で考えた時に、お姉ちゃんが2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ。で、これお姉ちゃんのもう胸触ったろと。どうしてもいいからね。まあ中1の時やからね。やっぱそうですもんね。で、触ったろと。でも、これ普通にお姉ちゃん胸触らせてくれ言うのもやっぱちゃうと。ほな、これもう寝てるところを触るしかないと。ね。ほんで、お姉ちゃんが、まあ、風呂入ったわけですよ。ね。で、ここやと、今日やと。その時、お父さんとお母さんがおらへんかったんですよ。おばあちゃんと3人だけやったんですよ。で、おばあちゃんも部屋に入ってたんで、ここやと。ほんで、どうしようと考えて、お姉ちゃんの部屋のベッドの下に潜り込んで待っとこうと。ほんで、お姉ちゃんが風呂から上がりよった音が聞こえたんですよ。ほんで、今やということで、お姉ちゃんの部屋行って、もうこういうベッドの下にスポッと入って、ずっと息を殺して待ってるわけですよ。ほんなら、お姉ちゃんが階段上がってきて、この僕の上で、なんか、パジャマとか着替えとるわけですよ。で、その時はもう俺も、正体消してるわけなんですよ。もう息ももうゆっくりしてね、バレんように。ほんで、お姉ちゃんが、まあ言うたら、まあパジャマ着ても寝るまでにちょっと時間あるじゃないですか。本読んだり、その間ずっと下でもずっと待ってるわけだ。辛いですね。寝静まるまで時間かかるまで息を殺して、すごいよね。ほんで1時間ぐらい経った後ですよね。ほんならカチャカチャカチャって言うて暗くなったわけです。でよしここやと。でもまだ眠りが浅いと。浅い、もうちょっと待とうと。そっからまた20分ぐらい待ったわけです。ほんで今かなと思って、ほんでよし出ようと思ったけど、やっぱり落としたらお兄ちゃん起きたらえらいことになるじゃないですか。だからもうゆっくりですよ、ゆっくり30分ぐらいかけて出るわけですよ。すごいな。これはすごい。すごいな。もう触りたいね。一世一代やね。これすごい。ね。ほんでベッドから全身出たんですよ。そっからまたゆっくり5分ぐらいかけて立つわけですよ、こう。ほんでお姉ちゃん寝てるわけですよ。寝てる。こう隠れながら、こっちお姉ちゃんの頭ですよ。ほんでこの辺にこう息を潜めておるわけですよ。ほんで、ガッて触ったら、これまた起きると。これゆっくり行こうと。ここまでゆっくり行こうと。ここ大事。ここ大事。ここ大事。ほんで、どうしようかなと思って、こういった時、こう、息したお姉ちゃん、こうなるじゃないですか。胸が2つね。こう。まずは、逆らわんとこうと。流れにね。こうなってる。こうなったら、お姉ちゃんが、あっってなったら、もう、えらいことやから。まず、この息に合わそうと思って、まずこう行って、流れに触ったわけですよ。全然気づいてないですよ。起きないですよ。ほんで一本ぐらい続けてて、ここやと思って次はこの波に逆らったわけです。逆らいましたか。逆らうんですよ。ほんならブヤンってなって、うわ胸柔らかと思って、うわ胸柔らかと思ってたら、お姉ちゃん急にパー起きたんですよ。いや言うて、で僕ももうやばいと思って、言い訳するのも慣れたんで、そのまま部屋に帰ったんです。んで部屋帰って、やっばー思って、ガーなってたんですよ。ほんで、まあ大丈夫かな思いながら、もうバレんといてくれ、神さんお願い言うて寝たんですよ。で、次起きたらお母さん帰ってきてて、ほんで、なんかご飯作ってあるから言うて、ほんで、パンバーン食べてたんですよ。で、お母さんもこれ気づいてない、大丈夫かな思いながら食べてたら、お姉ちゃんが急に、うわー言うて、
起きてうわー降りてくるんですよ、階段2階から。でやばいと思ってもう行ってくられると思ったら、お姉ちゃんが大輔お母さん昨日お化け出たって言って、ほんでもう僕持ってるパンブワーッ振り出してお化け出たんやおー怖い怖いなー言うてパンバーン振って日本早いバスで行きましたずっと振り出してはい、これ高校の時の話なんですけど、はいはいはい、まあ僕愛知県の田舎で結構まあヤンキーが結構多かったんですけど、うん、で高校の時の一校上に、まあ、ヤンキーじゃないんですけどヤンキーに憧れてる先輩がいまして、うんうん、まあ、口癖がやっべえ喧嘩してっていう、もうその先輩喧嘩したことないんですよ、ないくせにね、はい、で通販とかでメリケンサック買ったりとかあの部屋になぜかサンドバッグあったりとか、うん、そういう先輩なんですけど、である日その一時期まあその先輩とよく遊んでたんですけど、うん、である日先輩の家行きましたら、おいちょっとこれすげえの俺作っちゃったよっていうので、うん、あの見せてきたのがあの釘バットって、うん、皆さんご存知ですか。簡単に説明しますと、そのバットに釘を打ってあるヤンキー漫画にしか出てこない超狂気なんですよ、ね、はい、実は見たことない。そうなんです、それを僕も初めて見まして、でいいだろうっつって先輩がこう「おい」って言って「あいや勘弁してくださいよ」みたいなことしてたら、なんか先輩が「そのちょっとこれで公園行こうぜ」みたいな、これ持ってちょっと公園行こうぜみたいな、うん、調子乗って、で結局公園行くことになったんですけど、その行く途中もずっと先輩がその釘バット持ちながら、うん、あの喧嘩してみたいなこと言っててで公園にいざ着いたんですけど、公園 の入り口のところにバイク止まってまして、ヤンキーが2人いたんですよ、うん、しかも結構な S 級のそのヤンキーといいますか、うん、もうザワルの感じでいまして、うんうん、でまさかこっちもそんな感じであの釘バットを持ってなかったんで、うん、そのなんていうんですかそのまあふざけた感じで、はい、こっちは遊びのつもりで釘バット持ってるんですよ。もう案の定向こうに「おい!」って言われて、うん、で絡まれたんですよ、うん、でそれでね、まさか殴ったりとか人をしたらもうそんな、うん、絶対ダメですし、うん、その逆にこれを相手に奪われた時も僕たちどうなっちゃうんだろうすごい恐怖心があって、で案の定もそのヤンキーがもう先輩の頭ガッて掴んで、お前何調子乗ってんのお前っつって、なんで釘バット持ってんだ、で僕はもう勘弁してくださいっつって、もうあのもう本当そんな遊びでこれ作ったんですよみたいなこと言ってたら、先輩が話せよあらちょっと釘バット持ってるから調子乗ってるんですよ、そんで話せよっつって、でそのヤンキーがこう話した拍子に調子乗んなよっつってちょっとこう顔を、うん、あの叩いたんですよ、うんうん、その瞬間に先輩がうわーってもうやるしかないと思ったらしくて、うわーって言ってその釘バットを振り上げたんですけど、うん、それで殴るのにビビってそれめっちゃ遠くに投げてそのままタックルしてったんですよそのままタックルしてそれはね、違うね、それで人を殴ってしまう両親は怖さがあって、それでそのヤンキーにパッと避けられ て普通に頭あのカンってやられて普通に絡まれて、はい、で後日あの電話来まして、この間ごめんなみたいな、ちょっと変な感じになっちゃって、うん、でちょっとじゃないけど、ちょっと変な感じになっちゃって、ね、それであの聞きたいんだけど、あの釘バットって燃えるゴミ燃えないゴミ知らん真面目めっちゃいい、めっちゃいい、ヤンキー憧れの人だったらね、そう、はい、ね、喧嘩したくなかったもんね、はい、ね、ビビり倒してましたなんやろ、ほんまに。あ、ジュニア、以前一回あのこの滑らない話にも出た、うん、若月っていうあのリーゼントした、はい、あれ通るっていう兄弟でやってまして、うん、それ兄ちゃんの方なんですけど、うん、あの弟は亮っていうんですけど、うん、その亮っていうのはもうかなりそのぶっ飛んでる子で、今吉本興業が100本映画っていういろんな芸人さんとかいろんな映画監督さんが映画を撮るっていうのがやってまして、それにねあの大輔も僕もあの一緒に出たんですよ、はい、そこにあの若手芸人いろいろその若月とかも出るんですけど、時代劇なんですよ。ほんで僕バーって行ったら、まあ、ちゃんとあの羽舞台してずらつけて衣装もちゃんとしてで行ったら、まず一番最初のシーン縦のシーンですって言われるんですよ、うん、僕全く聞いてないんですよ、うん、
もう盾なんて、うん、まあ1週間とかもう下手したら1ヶ月ぐらい練習してやるもんなんですよ。 それを盾師の人が今から教えますんで言ってバーッとこうしてこうしてこうしてで、そのまたシーンが10人ぐらい着るシーンなんですよ。かなりの盾なんですよ。で、まあ、着られる方はもちろんプロで、その周りにノブシ役として若手芸人がこういるんですけど、それをじゃあもう5分後に本番で撮りますと。いやこれさすがに吉本興業無茶しすぎやと、うん、こんなもん怪我するで。でももうじゃあ本番行きますって言われたんで、もうやらなしゃあないと必死で覚えて、じゃあよーいスタート言ってバーって僕やったんですよ。ほんで10人目ズバーって切って、わーうまいこと言ったー思って、うん、ほんなカーッとってなって、うん、いやその周りにいてるのぶし役のその若手芸人がボーッと立ってると、うん、だからこれ殺し合いやから、うん、今まさに切りかかろうっていうぐらいのテンションでそこにいないと、うん、おかしいっつってもう一回やり直しってなったんですよ、うん、でもええー言うて、ね、まあまあでも言うてもしゃあないよしやろう言うて、ほんでよーしスタートでまたバーやったら1回目でちょっとうまくできて、ほん10人目ズバーッ切って、うん、よっしゃうまいこといったー思ったら、その若月の亮が、うん、おーいって僕切りかかってきました。何やねん。いやそう言われたから監督にうおーなって入り込んでもうて、おー今やったらいけるわ。もう何やねん。主人公ファーストカットで死んでもうたんすよ。もう星出たら完全に。おーじゃあもう京都ですよ。はい、はい、僕幼少期ものすごくなんか辛くて家出たいなって思ってる感じだったんですけど、うん、その物心ついた時に母親がいなくて、で最近聞いたんですけど、僕が生まれて8ヶ月ぐらいで家出てって、で僕の親父とばあちゃん、親父方のばあちゃん3人で住んでたんですけど、結構家のクオリティが低くて、なんかもともと昔米軍基地があった名残かなんかで、アメリカンハウスはポツポツあるんですけど、僕の家なんかアメリカンハウスじゃなくて、なんか米軍がなんか遊び半分で作った基地みたいなところに住んでて、でそんなことやからしょうがないですね。だ米軍が悪ノリで作ってるんで結構クオリティ低いんで、やっぱ隙間風とかも多くて、で海が目の前なんでめっちゃ寒いんですよ。で家族でガタガタって震えながら寒いってなってる時も、家がガタガタガタって揺れるぐらい敏感で、で隙間風に乗ってたまになんかそこそこあるサイズの松ぼっくりが家に入ってきたりして、で僕の家がもその家の僕の部屋があるんですけど、が天井がベニヤでできてるんですよ、うん、でそれも新品じゃないんで結構もうしなってる感じの、うん、である日なんか重みでどんどんそのもっこりが僕に近づいてきてて、寝てる時怖いなと思って、うん、じゃあ1ヶ月ぐらい経ってその重みになんかもう耐えきれず天井がバーンと落ちてきて、で数十匹の猫がニャーっつってチリチリになって、うわもう辛い出たいと思って、で僕なんかお風呂を沸かす仕事を任されてて、お風呂を沸かすのいいんですけど、こうナメクジがいっぱいこうあちこち張り付いてたり、虫とかもいっぱいいるんですよ。で沸かし終わったら湯気かなんかでナメクジが風呂に落ちるんですよ。だからまず桶で沸いたら奥までこう沈んでるんで、こうして混ぜてして浮いてきたのを水かさ減らんようにバーってすくって、おばあちゃん入りっつって、である日友達が来てる時におばあちゃんが風呂上がりで「いいよやった」って言った時にここにナメクジついてる。でもう多感な時期なんで「ばあちゃんナメクジもう」っつって、もうそれでもまた家出たいと思ってて、でもうめっちゃつらかったのが、その猫って飼い主に死に姿見せないって言うじゃないですか。でも近所の飼い猫が毎回うちの玄関の前で死ぬんですよ。猫の死に場所。猫の死に場所。すごいね。もう辛いなと思いながら成長したんですけど、ある日そのお母さんがおったらもっとマシやったんじゃないかなって思うようになって、まあ間違った考えなんでしょうけど、そう思うようになってきて、で二十歳になって成人迎えた時に母親探そうと思って、でそのやっぱけじめとして元気に育ったよっていうのを見せたくて、でよくなんかテレビとかで見てて、どっちが親か分からんぐらいの年齢の時に会う時とかあるじゃないですか。だから若いうちに会っときたいなと思って役所とか行ったんですけど、なんか辿っていかなきゃいけないんでめっちゃ面倒くさかったんです。で僕も吉本入ってたんで
いつかテレビに出て元気な姿だけ見せたら会わんでもいいなと思って、うん、でそれからも全然母親からも連絡来なくて10年ぐらい経って、うん、去年なんかダウンタウンさん司会で親子漫才っていうのを出させてもらって、うん、この曲や親父と漫才やったんですけど、うん、それをたまたま母親が見てて、うん、うわ親父わってことは私の息子ってなって、うん、吉本に電話かけてきて、うん、私の息子ですと、うん、出てきてでそのマネージャーが電話番号僕にくれたんです。お母さんの電話番号合うか合わないかはもう清須さん次第なんで、でも僕はもうずっと母親のことを思ってたんで近所の綺麗なお姉さんとか見たらもしかしたらお母さんやないかなとか、なんか保育園の優しい先生もしかしたらこの人お母さんかなとか思ってて、でもうかけようと思って電話かけて、もしもし清とつ許してくれるんってお母さんが言ってきて、でも許すよっつったらお母さんがあ本当ありがとうつって清とってちっちゃい頃ねもうねパイパイがねもう好きでねつってお母さんのパイパイばっかりこうまさぐり寄ったとよつってで右乳房をグッとねもうすんやけどね右だけじゃ足りんくてね左乳房もグッと寄せて一気にグッとすんよつって今でもそうって言われて最初の最初じゃないよな29年ぶりでその返しないじゃないですかそれは挨拶か気に冷めて全てがチャラなってでも僕もだから母親なんで優しくしようかなと思って僕29年間母親って存在知らなかったんでそのメールとかでもなんか気をとギュッとしたいチュッチュしたいみたいなエッチはできんけどねみたいなメールってきてでも母親知らないんでこういうもんかなと思ってジュニアさんと初めて飲ませてもらった時に母親ってこんなもんですかってメール見せたらジュニアさんが気持ち悪っちゃうかなって言われて。それは違う。それは違う。それは違う。すごい。すごい。すごい。京都とかすごい。すごいね。まだまだありそうやね。いきます。おお。加藤。ザブングル加藤です。ザブングル加藤です。僕あの今もすごい貧乏なんですけれど。昔は本当貧乏でして、うん世田谷区の三軒茶屋で1万6000のところに住んでたんですよ。で部屋の広さが3畳で、して風呂なし、共同便所、共同玄関、もう本当部屋の壁も薄くて隣の人が刺した画鋲の先が僕の部屋に入ってくるぐらいもう見えない部屋ほんで水道の蛇口もあるんですけど水道の管がないんですよ。排水管がなくて水を蛇口ひねるともう畳がビッタビタになるんですよ。なるほど。もうとんでもない部屋でもう何なんだろうなこの部屋はと思ったんですけどでも1万6000だったんで、まあ、仕方ないと思ってたんですよ。で鍵が牢屋の鍵というかあのピアノを開けるような鍵やったんですよ。もう今やゲームの世界の鍵だったおもちゃのような鍵でしてで警察官にその鍵を見られて、君ね、この鍵今日本で7パターンしかないよで鍵って無数のパターンがないと成立しないじゃないですか。7パターンしかないと言われたんですよ。でその僕の住んでる層が8部屋あったんで、一軒一軒確かめていったんですよ。そしたら2階の奥の部屋が僕の鍵で開いたんですよ。7パターンや。パターンじゃなかった。ああ、まさにやった。さあ、いきます。はい。おっ、人間結構その追い詰められたりしたらもう腹簡単にくくれんねんなっていう話なんですけど、最近ちょっと僕新幹線移動が多くてもう大阪東京行ったり来たりしてるんですけど、新幹線であの電話をマナーモードにしててなったらやっぱマナーとしてこのデッキでね喋らんダメじゃないですか。はい、あのトイレの前ので、あの電話なったわ思ってデッキまで行って、あのもしもし、あ、小林です、あのちょっと今新幹線なんでちょっと電波悪いんですけどみたいな、向こうももし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 みたいな、あ、すいませんみたいな言ってたらちょっとガッて揺れたんですよね。まあ新幹線のあのトイレってちょっとした揺れでほんのちょっとだけフッて開いてバンバンってなるじゃないですか。でそのバンの間にこうおばあちゃんがこううんこしてるのが一瞬見えたんですよ。あ、すいません、あのちょっと
ません、あのおばあちゃんがですねとか僕もちょっとわけなからなこと言ってた。もう一回ブーバーンって当たって、おばあちゃんなんとかこう手伸ばしてこれを下ろそうとしてるんだから。ちょっとおばあちゃんがですね手を伸ばしてみたいなので、おばあちゃんみたいな僕も言ってるから、もう一回バーって揺れた時にバンバーンって開いたら、開いて一瞬にベータンがもう普通にうんこしてるおばあちゃん。このカシャーンっていうのを分かってないと思うんですよ。はい。大輔。はい。これはあの僕が小学校6年ぐらいの話なんですけど、うん、うちのお父さんと僕ではずっとボーイスカウトやってたんですね。うん、で2人でキャンプ行こう言うて、京都の山奥キャンプ行って、まあ一泊して帰ったんですよ。雨降ってきたんで。でなんかこう楽しかったなとか言うて、おとんとこう車で走ってたら、前に車があの山に落ちかけてたんですよ。えらいこっちゃ。でやばいと、これ大輔助けるぞと。でお父さんとバー降りて行って、大丈夫です、あの僕手伝いますから言うて、ほんで大輔後ろ行けと、ほんでお父さん前を押すから言って、一斉の腕でこれ行くぞ言うて、すいません言うて、向こうの人も「変な行きますよ」言うて、行くよ言うて、せーの、ウィビビ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 、行くよ、せーの、ウィビビ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 言うて、僕も後ろから押してたんですよ。ほんなら次の行くぞ、せーの、ウィビビビあー言うたんですよ、親父が。ほんで何やと思ってパッて見たら、親父のここから煙がブワー出てるんですよ、シューって。ほんでパッて見たら、あの前輪駆動やって、前輪駆動のタイヤが前でキュリ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 なってて、親父の膝そこにガーつけてキュリキュリキュリなって、うわーって言ったら煙ブワー出て、前輪駆動かい言うたんです、言うといてくれよって言って、ボロボロですわ。ズボンのボロボロ。ええー、おっちゃんやな。でもね、おっちゃんですけど、かわいそうでしたよ。かわいそうやな。こんな無視しといたらあんなことなれへんかったんやけどな。人はいいばっかりに。はい、ね、おお、はい、去年ですね、まあ、地方で仕事があってちょっと時間空いたんですよ、ほんで何しようかなって、映画でももしタイミングが合えばと思って調べたら、公開された直後ぐらいのシン・ゴジラ、シン・ゴジラやってるから、あ、時間も合うし、あ、ええやんええやんって、まあ、地方のね、映画館行ったんですよ。何の情報もなく公開されたとこやったんで行って、おあのチケット3000円とかなんかなんですよ。あ、高いね。高っ、えと思って入って、ほんならそれね、4DX の劇場なんですよ。でもね、シン・ゴジラ、普通の 2D なんですよ。普通に別にゴジラが飛び出してくるわけでもないじゃないですか。3D でもない、そのシン・ゴジラを飛び越えて、4DX で見せるんですよ。むちゃくちゃなんですよ、やってることが。その進化 2D をより臨場感ということで 3D、その 3D をさらにということが 4D でしょ、ね、ここすっ飛ばしてんですよ、これ何やと。だからまあ言うたら便器の成長で言うと、和式便器があって、で洋式があって、さらに洋式を心地よく座っていただくためにって言ってあったかくしたわけじゃないですか、和式便器をあったかくしてるみたいな意味不明なことがね起こるんですよ。ゴジラが東京湾バーって出てきたら、別にスクリーンから出てくるわけないんですよ。ゴジラバーって出てきたら、水をファッて顔にかけられるんですよ。でもペランペランの動きなんだよね。300人ぐらい全員がファッて水かけられるんですよ。全員がなんすかこれみたいな感じになってるんですよ。それでもうこれ誰目線で見たらええか分かんないですよ。戦闘機がガーって上がっていく、ほんなら300人の椅子がうーんって上がるんですよ。あ、それなんね。ほんでミサイルダダ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 っつって、この名もないちょい役の戦闘員に感情移入すんのと、俺ら300人はと思ったらゴジラダダダダダダ背中撃たれる。ほんなら我々のシートがドゥ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 って、え、ゴジラだ俺ら。俺らはゴジラだ。カメラがワンショットでワンカットでずーっとパーンしていくんですよ。
かなりあれ時間かかったと思いますよ。かなり長いシーンをずーっとワンカットでパーンしていくのをカメラワークと一緒に300人の椅子がこう追いかけるんですよ。いやそれずーっと一緒やん。あのなんか山手線でたまにあるやつみたいなさ。おう、え、なんやこれ。竹野内豊さん出てきてテーブルダーン叩いたら300人の椅子がグイッてなる。え、なんやこれ。ボールペンゴロゴロンって転がったら300人全員がゴロンって。ボールペンの気持ちで、いろいろあって最終的に平泉成さんがバーって頭下げたら300人全員がグイッて。もうええわ、なめてんな。もうええわ、見たいわちゃんとな。全然入ってこないですよ。何それ。いや、そういうことがあっちこっちで多分起きてますよ。絶対監督とか分かってない。分かってないです、分かってないです。はあ。分かりました。じゃあ、ヨッシーがね、もう本当に苦虫噛みつぶしたよ。いや、本当、心から笑いたいんですよ。でももうなんかずっとなんか、ブドウの味がするんですよ、口の中で。いいやん。まあまあええやん。ブドウ嫌いな。僕、ブドウ嫌いなんですよ。それは知らんわ。それは知らんわ。それは知らんわ。順番間違えてるわ、じゃあ。していただきまーす。はい、おっ、どうしましょう。これじゃあ僕軽く一回しまっていいですか。お願いします。はい、いやまあ、軽いやつなんですけど、前に通ってたジムに、ね、はいはい、よく会うおっさんがいて、はい、まあ、高重量を上げるタイプのおっさんなんですけど、なんか思いも上げるときに、いや、まあ、分かるんですよ。やっぱり筋トレは本当にしんどいじゃないですか。で、高重量を上げるおっさんで、ね、いつもね、タッシュで、こう寝るときに、あったっす。わあ、まあこの人のこのね、カッとこの力入れるの圧力がもうタッシュタッシュって言うんですよ。今あんまりダメなんですけどね、ジムで大きい声出したら、もうちょっと数年前なんで、タッシュタッシュって、ああ強いなこの人って思ってたんですよ。で、ある時シャワールームで一緒になった時に、トリートメントするときもテスって言ってた。こういう人なんだ。力高校じゃない。いや、もうないテス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 中川パラダイスの奥さんがめちゃくちゃ共済家で、その、まあ、パラダイスがすっごい浮気をするんですよ。女の子大好きなんですよ。昔結構遊びにやったみたいでやめられる。だから今携帯に GPS をつけられてるんですよ。で、 GPS っていうのは例えばパラダイスが今どこにいても人工衛星を介して嫁が家にいるからパソコンを開いてこう青い光で常にこう、もう道中も一個一個出るんですよ。だから仕事の帰り道一本違うだけですぐ嫁から電話かけて、正規のルートで帰りなさいって言われます。それぐらいめちゃくちゃ厳しいです。でもパラダイスはこう束縛をされればされるほど遊びたくなる、ね、でもいろいろなんか女の子と遊ぼうとするんですけど、やっぱ嫁がすぐ電話かかってきたりするんですよね。で、沖縄に行った時に吉本の劇場があるんで、はい、沖縄の事務所があるんですよ、吉本の、ね、劇場があって、そこで夜にクラブに行くと、ノンスタイルの井上と一緒に行くとなった時に、やっぱこう嫁が GPS で見てるから、なんとかそこはしないといけないということで、パラダイスも考えて2階が居酒屋になってるクラブを探したんですよ。つまり GPS は居酒屋に反応するんですよ。上からしか見てない。上から見てるから。あ、そうか。だからパラダイスは考えてクラブに行ったんですけども、さ、その一緒に飲んでる女の子がツイッターにつぶやいたんです。今ノンスタイルの井上と中川パラダイス飲んでると。マジヤバ谷園、マジヤバ谷園っていう。まあわかんないです。何が面白いかわかんないですけど。なんかヤバ、長谷園とかけたかわかんないですよ。マジヤバ谷園、マジヤバ谷園。それを見逃さないのが中川パラダイスの嫁。ツイッター常に中川パラダイスの検索してますから。見つけてすぐ電話って、おい、お前ヤバ谷園って何や、そこそこ、お前ヤバ谷園って何や、お前知ってるぞ、私見てるぞって。ツイッターに書いてんぞお前って言ったらパラダイスが、もうごめんなさいって言ったんですけど、そこで現れたのが吉本の白馬の王子様、ノンスタイルの王子です。さっそうと現れて、おい、俺に代わるって言って、もしもし、ノンスタイルの井上ですって言ったら、嫁が、黙れ、代われって一瞬で代わるって。もう一瞬で、すごくこんな早いことないですよ。自分ですよ。
え、我こそはっていう、宮川さん、先ほど松本さんも言われた三松さんの話なんですけど、はい、前にも言ったんですけど、大井龍馬というのを一緒にやろうということになりまして、はいはい、で僕嫌やったんですよ、初め、うん、そういうのに、いや僕本気でやるからって、自分 の劇団を立ち上げたいから言って、うん、で大輔力貸してくれって言って、で俺が龍馬をやるからお前中岡慎太郎でやってくれっていう、うん、なんかそんなんがあって、うん、で分かりましたって引き受けたんですよ、うん、でじゃあ大輔京都一緒に行こうと、俺はお金全部出すから、うん、で京都行ってその龍馬と中岡が回ったとこを回っていって、ちょっと気持ちを高めようと、うん、そういうことで行ったんですよ、うん、で行きしの新幹線で大輔って言って、これ俺ちょっと買ってきたんだと、でそれがペンダントやったんですよ、でちょっとした鎖のこの辺に龍って書いてあるペンダントを買って、でこれいいだろうっつって、全然用ないんですよ、そんなに良くない、あでもまあまあ思いあるんですね、これで俺頑張るからっつって、頼むな真剣にやろうな、分かりましたっつって、で京都着いて、でまずどこ行きますって言ったら、まずお墓に行こうと、坂本龍馬と中岡慎太郎一緒に眠ってはるからそこ行こう言って、じゃあ分かりましたって行ったんですよ、で行ってほなこうお墓にそのネックレスを取ってこう置いて、龍馬さん今度大輔の舞台やりますみたいな、力貸してくださいみたいなやってるんですよ、でそれつけてここに龍馬さんがいると、じゃあいろんなとこ回ろうかっていう、でじゃあなんか遭難の地みたいなのがありますから、そこ行きましょうか、僕もあんまり知らんかったんで、こう本持ちながら行きましょうと、で行って、で行って僕が説明してて、その近くになったら三馬さんいいんですよ、であれ三馬さんどこ行ったんかなと思ったら、おい大輔って言って、こんなとこ風俗あるぞはいや風俗ってまだ2時ですよいやこんなとこにあるのか今日、いやいやちょっと三馬さん、うん、いやもう嫌や、初めからこんなのあるの嫌や、うん、頼むわ本気でやりましょうよ、うん、ってここも、うん、あすまんすまんすまんって、でじゃあ行きましょう、もう風俗いいですよってで、これ遭難の地らしいですよほなちょっと写真撮ろうよで写真なんか分かんないですけど撮って、で龍いうのも見せて、で撮って、で次のなんかまたここに隠れてた巣屋みたいなのがあるらしいですよ、じゃあそこ行こうよ言って、で行っててまたいいんですよ、ほんで何やろうと思ったら、ここにもあるのか風俗いやもう腹立ってきたいや真面目にやるって言ってたやんほんでいやちょっと三馬さんほんまひどいですよって言って、真剣にやる言うたから僕お芝居をねやろう思って、ほんでそれもなんかもう全然嫌や言うて、なんか本気さが伝わってこうへんって言ったら、龍馬もセックスぐらいするだろうが逆切れやん、いやセックスするよ龍馬もセックスするよでも龍馬ももっと夜やと思う早いやん、こんなずっとやん、京都着いてからずっとムラムラしてるもうやめてそんなことって、なんだお前って言ってバーンどつかれたんですよ、バーンどつかれて、なんでどつかれなあかんねん、俺正しいですよって言ったら、いやお前言ってることなんか違う言うて、またバーンと疲れて、またバーンと疲れたから、俺何が龍馬や言うて、俺そのネックレスバッチッちぎってバーンやってあったんですよ、何やってるんだお前俺の龍馬のメンタルだ言うて走っていって、急にガー泣き出して鼻だーだれて、やめろこれはお前、俺を叩くのがいい言うて、龍馬のこれは切るなって言われてね、でまあ僕もやっぱ先輩のね大事にしてたねやつを切ってもらったらすいませんって言って、でまあそれでまあ終わって、あ舞台始まったんですよ、でもなんずっとつけてるんですよ、それも直して、うん、でも、 もう毎日ね舞台で何かやらかすんですよ、なんか絶対にこうお客さんが冷めるようなそんな言葉って言うとあかんでしょ、なんかそんな時代劇やのにテレビのなんか挟んでみたりとか、ちょっとそこを笑かすためになんかやったりとか、時代がむちゃくちゃなって、ほんで演出家に怒られるじゃないですか、みまちゃん何やってんだよって言って、なんだあれしょうもないって言って、ほんならもうなんか
パクパクになるんですよなんかもうパクパクすねるんですよ。ここで打ち上げ行ってもひと言も喋らんとなんかパコーンなってるから、いやもういつまでパコーンなってんのもうそれ怒られるやんかって、まあ、なんでお前言われなくちゃいけない、お前表出ろみたいな、表出たのかやったらまたバーンと疲れて、で俺もまた何がるよお前じゃん、俺もこうきちぎってシャーンってやって、やめろお前これ、もう何回もそれがあったんですよ。ある日からもその龍馬いうネックレス専用になったんですよ、多分ちぎられるから。ほんでまあ無事に舞台終わって、じゃあ最後にこの格好であの舞台の上にバッと並んでみんなで写真撮ろうって言って、で皆さん真ん中でいろいろありましたけどありがとうございました、お疲れ様でした、写真撮りましょうって言って、お撮ろうっつって、あちょっと待ってっつって、あの龍馬のあのネックレスちょっと取ってくれから言うて楽屋行ってつけて帰ってきたんですよ。初めここぐらいまであったんがもう今超感がもうこんななって龍っていうやつが喉仏で喋るたんびにこうペコペコってやってて、もう切るなよ次はねえぞっていう。ジュニアやってもあいつがすごい目で俺のこと見るんやな。ジュニアさんほんま出してください。いやほんまやな、ほんまに出してください。星でもいいねん、星でもいいです。おーおーうーわーやったやった、いいですか、いいですか、ここはちょっと俺行かしてもらおうアホなんちゃう、なんでなんいいっすね、よし、よし行こうか。あのね、僕はあのね、売れてないんですけど、その売れてる人ってやっぱ持ってると思うんですよ。物事がうまいこといくようになってるって言われてるじゃないですか。まあ売れてる人は運を持ってるというか、僕売れてへんからやっぱ持ってないんですよ。これも全然出えへんし、まあ出なかったな。うまいこといかんなって思うことが多くて、僕は結婚してるんですけど、あの3年前に結婚式を挙げたんですけど、もうそこではもう持ってない、もう売れへんわって思うことがあったんですよ。いうのもまあお金がなくてですね、あの都内の複合施設の、まあ、ちょっと、まあ、ちっちゃい会場を抑えて、まあ、家族だけで僕結婚式を挙げたんですよ、はい、まあ、お金はかかってないですけど、もうそれはもう感動に包みたいと思って、うんうん、もう2ヶ月間綿密に打ち合わせして、うん、感動をテーマに、うん、僕は奥さんを泣かして、奥さんは僕を泣かして、僕たちは家族を泣かせて、ちょっとダサいですけど、まあ、感動をテーマにこう作っていったんですよ、うんうんうん、はい、でも2ヶ月打ち合わせして、これは結婚式なるぞと思って、うん、当日迎えて生きようよと、ほんならその施設の前にですね、あの吉本興業からすっごいでかい花が届いてて、おうわっと、こんな売れてないゴミカス芸人に、うん、よう花届けてくれるわ思って、うん、ありがとうございますと、うん、で吉本興業の花の後ろにハリセンボンさんから花届いてて、あれ 3,4 回しか仕事したことなくて、うわこんなことしてくれんねやと思って、でもちょっと、まあ、おかしいなと思って、うん、でハリセンボンさんの後ろに坂下千里子さんから花届いてたんですよ、うん、もうこれ絶対おかしいなって、うん、僕あの会ったこともないし、うん、テレビでしか見たことないのに、なんやったらその僕坂下千里子って呼び捨てにしてるし、うん、テレビの前とかで、うん、それぐらいの仲良く、うんうん、絶対届くわけない、うん、坂下千里子が届いてるやんと思って、で会場行ったんですよ、ほんだら僕たちが結婚式を挙げるちっちゃな会場の隣のでかい会場で志村けんさんが単独ライブしてたんですよ。おこんなことある？いや一生に一回ですよ結婚式の、それが志村けんさんの単独ライブの初日と被るって一番気合入ってる初日ですよ、初日と被ってると思う。でも僕たちはもう2ヶ月間打ち合わせしてますから笑われへんと思って、もうそうなんやみたいな、もうちょっと噛み締めて、奥さんももう笑ったらあかん、感動の空気を崩したくないから、あそうなんやみたいな感じでなんとかそこ耐えたんですよ。でメイクルームにこう移動していくんですけど、志村けんさんの単独ライブのポスターがめっちゃ貼ってるんですよ。もろいわと思って。で慣れたと思ったら別パターン来て。おもろそうやな、またポスターの。でチラッと見たんですよ。慣れた時にパッて見たら、単独ライブのタイトルが志村魂って書いて志村婚って読むんですよ。いやこれなんか格差婚とか年の差婚とかあるじゃないですか。これ何婚って言われて絶対僕ら志村婚じゃないですか。これ笑ってまいそうと。そう考えたらあかん、考えたらあかんと。でメイクルーム行ったんですよ。でメイクルームでやっぱお金ないから、奥さんと僕メイクルーム一緒なんですよ。で、まあ、メイクさんがバーッとメイクしてるんですよ、うん、奥さんナチュラルメイクで、ね、うん、こうファンデーションでバーッとやってるんですけど、あれこれメイクさんこう隣の会場やから
こう繋がってんちゃうかって思うことあって、うんうん、てのもそのメイクさんの手の甲に白い丸あるんですよ。いやこれバカ殿の城やんと思って、いやバカ殿こうやるとバカ殿の城あるやん、うわめっちゃ笑いそうと思って、どこやっても視界の端にバカ殿の城があるんですよ。めっちゃバカ殿の城動いてるやん、もう手が見えへんくて、もう白い丸がもうずっと動いてるんですよ、うわこれ笑いそうやわと思って、で鏡越しにもバカ殿の城見えるし、バカ殿の城やめろやと思って、ほんだら奥さんとスタイリストさんが、まあ、そのメイクさんがバーッと話し込んじゃって話盛り上がってるんですよ、うん、もう早く帰れよ思って、うん、ほんだらメイクさんがこう腕組んで喋ってるんですけど、うん、俺売れてないからバカ殿の城上なんですよ、バカ殿の城が見えるように売れてないから、売れてたら下やけど俺売れてないから持ってないから、バカ殿の城上なんですよ、腕とかあるやん、いや皆さんが も, う、うん、もしそのメイクさんに当たったら絶対下っす、うん、でも俺やからバカ殿の城上なんですよ、うん、笑いっすよやめろやん、うん、帰れよ思って、うん、で帰ってくれて、うん、でまあ耐えてるからこっちは、うん、まあこれいけるいけると思って、うん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 、でバージンロード歩くってなった時に、はい、まあ、僕らちょっとこだわりがあって、うん、バージンロードではそのパイプオルガンとか、うん、それこそキャンセルブーズとか流さず、うん、あの親族の拍手だけで迎えてもらいたいっていうのがあったんですよ、でも向こう側はいやちょっとパイプオルガン流してもその拍手が立つと思うんですけどね、うん、みたいな、いやでもそこはお願いしますみたいな、結構問答があって、うんうん、で僕は流したくないっていうので決まったんですよ、うん、で向こうはしぶしぶあまあまあいいですよっつって、うん、でバージンロードバッて歩いてたら、うん、めちゃくちゃ良くて曲なしが、うん、拍手がバーってもう、うん、もうるるるってなって、うん、もう正解やんと思って、うん、この賭け勝ったやん思って、うん、で誓いのキスになって、うん、まあ、パーンと静まり返るわけですよ、はい、その瞬間にウェ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 って単独ライブのリハ音聞こえてきたんですよ、志村コンの志村コンがね、とんだ志村コンやった、嫁のお母さんが志村けんさんの花めっちゃ取ってるんですよ、そのお母さんがバーッと走り寄ってきて、志村けんすごいな、アディダスから花届いてたわって言って、いや知らんし、思い出になったやんかそれがまた、ね、一生に一回っすよ、それどんな経験はないんやからいきます、やべ、はい、僕築30年ぐらいのボロいマンションに住んでるんですけど、うん、風呂場のドアがですねもう木なんですよ、うんうん、でまあ水気のある場所ですからもうボロボロに腐ってるなーってのは分かってたんですけど、ある時ドアをバンって閉めたら足のドアの4分の1ぐらい足がボコって木が取れたんですよ、うんうん、もうこうぼっこり穴が開いて、これはちょっとどうしようかなと思って、で業者に電話したら、じゃあすぐ明日3時に伺いますって言って、分かりましたって言って3時ぐらいになってもまあ、来ないなと思って電話しますって言ったんですけど、15分経っても30分経っても来なくて、でずっと留守電だったんですよ、で40分ぐらい経って電話してつながって、じゃあどこですかって言ったら、道路ですって言ったんですね、いや道路ってどういうことだよと思いながら、どこの道路ですかって、もうすぐ近くなんでって言ったら、もう5分もしないうちにピンポーンってなってきたんですよ、でちょっともう急いでくださいって言ったら、はいって言って中入ってきて、そのぼっこり穴開いてるそのドアを見て、あやびさん随分大きなネズミ飼ってらっしゃるんですねって、そんなのもういいからと思っていやいやそんなのいいから早くやってくれよと思って、じゃあまずドアの寸法測っちゃいますんでって言って、うん、ただなんか汚いバッグ持ってて、うん、そのバッグからこういろいろなんかトンカチだ軍手だこうやって出して、うん、1分ぐらいずっとこうやってやってるんですね、うん、でも俺こいつ完全にもうメジャー忘れてんなと思ってずっと見てて、うん、したらどうすんのかなと思ったら、そいつがドアをこうあるじゃないですか、したらいや絶対無理だよと思ってこれで測りましたもんね何回かこうってやって綾部さんメジャーありますってすげえやろなんだそれおかしいだろって腹立ったっていう話なんですよ、腹立つな、はい、いやー滑れへんな、いつになったら滑るんでしょうねうちのお父さんの話なんですけど、うん、うちの親父喫茶店やってまして、うん、でその喫茶店ちょっと流行ってなかったんですね、うん、で大輔ちょっとお客さん呼ぶためにどうしようか、うん、まあ大きい水槽でも凍って、うん、そこに熱帯魚でもいっぱい入れといて、きれいなのいっぱい入れといたら、うん、お客さん来るんちゃうかと、うん、ほんでこのテーブルぐらいのこんなでっかいやつを150万ぐらいかけて買うたわけですよ、うん、で熱帯魚どれ入れる言ってこう一緒にこうカタログみたいなの出たら、
ほんならバナナイソギンチャク、バナナイソギンチャク、もうバナナみたいで真っ黄色ででっかいでっかいイソギンチャクがあったんですよ。これ綺麗やなと。高そうやけどね。はい、それ4万円ぐらい多分で、それをもう4、5匹入れとこうと。うわすげえな、ね、ほんで魚入れといたらこれ綺麗やろ言って、うん、でそれを業者に頼んで入れてくれ、入れてもうたんですよ、うん、ほんで綺麗やな言うて、これでお客さん来るな言うて、お父さんと夜帰ったんですよ、うん、で次店開けようと思ってパッて行ったら、うん、その水槽の中に、うん、そのバナナイソギンチャクがおらへんわけですよ、うん、どないなってんねん大輔これ、うん、泥棒か、泥棒取らへんな言うてどうなってんねんこれ言うて、ちょっと言うて上の蓋パカッて開けたら、こんな大きかったバナナイソギンチャク死んでこれぐらいに縮こまって、ここのあの水巡回するとこであのパカ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 ってなってるんですよ。これ12万ですよ。どういうことや大輔これ。なんで死んでしまうんじゃ。死んだらそんなんなんねん。死んだら縮んでこんなんなんですよ。こんなんや。で頭に来たと。大輔もうこんなでかい水槽やからでかい魚やと。あらあら買うてこい。あらあらや。であらあら買いに行って。お父さんあらあら買うてきたで。ほなお父さんがよっしゃこれでお客さん来るぞ。ってパッてその水槽の中に入れたら、うん、アロアナがこう入った瞬間に死んでございます、うん、なんでじゃなんで死んどんねん海水やったんです、あれ淡水魚へぇー、同じ汗ってブルーン入れてまいれたイージーミスやなぁ、アロアナなんでじゃ言うてこれが頭に来たと、でもあらあらやめようと、うん、でも今度はあのネオンテトラ買おうと、うん、でそれ1匹150円ぐらいなんで、うん、それを100匹ぐらいこうやってバー入れたんですよ。あ、これでもええ値段な。でそれはまあまあ死なんと落ち着いて、うん、ほんでそれをある日こう見てたら親父が、うん、おい大好きちょっとこっち来いと、うん、ほらほらめっちゃ卵産んでるぞ、うん、もうに卵がいっぱいついてたんですよ、うん、でこれは帰ったらすごいぞお客さんいっぱい来るぞ言うて、うん、で1週間後ぐらいにまた親父が餌やろう思って朝こうやってる時に、うん、大好き見ろと、帰っとるぞと、うん、赤ちゃんなっとるぞと、稚魚が、稚魚がブワーなってきれいきれいやったんですよ、うん、これ嬉しいな言うて、うん、もうお客さんいっぱい来るぞ言うて、うん、でまた次の日ですよ、うん、で餌やる時に親父が、うん、あれおい大輔、うん、どないなっとるんじゃと、うん、赤ちゃん一匹もおらへんけどこれどういうことじゃとどうなってんねん言うてパッて開けたら全部フィルターに調節がきつすぎた。それでもうそれでやめたんです。で店は正直潰れてもうたんですよ。潰れる間際のコーヒー一杯何杯やったっけ？850円。あかん。どうぞで850円のコーヒーはあかんわ。あれ？これがあるから怖いね。まあ、そんな愛すべき父親の話なんですけども、まあその再会するかもしれないと、まだ確定じゃなかったんです。番組で探してもらって、うん、おそらくお父さんだと思う方が見つかりましたので、うん、会いに行きましょうということで、兄弟3人で会いに行って、まあ実際父親やってよかったよかったやったんですけども。うんうん、まあ、ちょうどそのタイミングが、うん、まあ、やっぱりみすぼらしい文化住宅にお父さん一人で住んでて、うん、まあまあちょっとかわいそうな、うん、ね、はい、状況 で、はい、で正直僕その時ちょうど東京に引っ越すタイミングやったんですよ、うん、ほんで、まあ、なんかよく芸人のジンクスで、うん、その A マンション頑張って住んだら仕事も増えたりとか、うん、そうそう、ね、ちょっと無理してというので、うん、もう生活費ギリギリの結構高いマンションに決めたんですよ、うんうん、でもうそれは 3LDK の、うん、もうほんま一人じゃいられないんですけども、うん、頑張ってそこにしようって決めて、うん、たところやったんで、うん、まあお父さんがこんな家に住んでるならばと、うん、まあ僕は正直これから東京行って仕事どうなるかも分からへんし、まだ本も全然売れてなかったんで、うん、どうなるか分からへんし、うん、もしかしたらね全然仕事なくなるかもしれないんで、うん、不安でいっぱいやし東京という街も怖いし、うん、どうしようかと思ったんですけど、まあ、15年間会ってないお父さんやし、うん、でまあ、お兄ちゃんは正直、まあ、アルバイトしてる状態なんで、うん、養う力もないし、お姉ちゃん結婚してるしこれは俺が行くしかないと、まあ、決死の思いで、うん、仕方なしに、うん、お父さんと再会して、まあ、しばらくみんな喋って落ち着いた時に、うん、東京ちょうどマンションを借りたとこやから、うん、よかったら一緒に住めへんかと言ったら何の迷いもなしに即答で言葉合わへんからええわって言われたんです。
俺めっちゃ迷って必死の思いで言ったのにそんなあっさりと思ってちょっと軽すぎるね。親意外とそんなもんですよ。いきます。そう、あ、ヘロクショー米田次続き。あ、はい、よろしくお願いします。あのね、高座から降りてきたね、はい、あの米田次がね、うん、あ、今日暑いですよ、暑いですよ、うん、ライトで暑いったら分かりますよ、はいはいはい、ね、あ、そっか、ライト暑いんだなと思ってね、はい、着物脱ぎ始めたらね、はい、4枚着てたの。何で今日枚数多いんですか。大丈夫なんですか。めちゃめちゃやんですか。行きます。ちょっとお、西尾、はい、お願いします。僕ババアが嫌いなんですよ。ババア、ババア、あのババアっつってもちゃんとしてるおばちゃんたちはいいんです。自分を出すすごい、マナー違反のおばちゃんをババアって言いますね。はい、僕一回夏暑い時に電車乗ろうとして、でもどうしても座りたいから、まあ、あの乗車位置に並んでたんですよ。でみんなちゃんと並んでるんです。でも待合室クーラー効いててそこに行きたいけどちゃんと並ぼうと思って並んでて、うん、で間もなく電車来ますって言ったら、うん、乗車位置と乗車位置の間に待合室からババア出てきたんですよ。なるほど。そこに立ったんですよ。うわっと思って見たんですけど、もう瞬間にこのババア何するか僕分かったんですね、うん、もう電車の扉が来る時に同時にその扉についてきてふわっと来て開いた途端乗ったんですよ。で僕も一番前だったから座ろうと思えば座れたんですけど、うん、もうこれ座らんとこうと思って言ったろうと思っておばはんの前立って釣り革掴んでこう前かがみにえ、なんで横入りしたんですかって言ったんですよ。石田もババアがチラ見してえみたいな、横入りなんでしたの、用しますね、そんなみんなすっげえ暑い中並んでんのに、うん、なんで横入り、用できますねガンガンしてしたら、まあ、まあ乗った人たちはみんなよく言ってくれたみたいな、こういう感じなんです、雰囲気が、うん、でもそれが分かったからもうどんどん言うだろうと思って、うん、え、歳いってんのに恥ずかしくないですか、モラルないんですか、そんなんもうびっくり、僕自分の親やったらもうこんな恥ずかしくて絶対無理ですよ、これが親なんてなったらつって、いや、しかもモラルってものを持ってほしいんですよね、それもう60ぐらいじゃないですかって、まあ、見た目45ぐらいだったんですけどちょっと上に行ったら女の人ってうーってなる、わざとほら、まあ、足痛いの分かりますけどそんな用できますねって言ってたら、もうさすがに電車乗ってられないと思ったんでしょうね。もう次の駅降りる駅じゃないんですけどバーン立ったんです。で立って俺のことをバーンって押したんですよ、うんって言って、でもまあまあ別に最後の悪あがき、負け犬ね、負け犬の逃亡やと思って、まあ別にええやと思って言ってた、押されたったんや、押されたったんです。したらバーンって押したんですけど、夏ですげえ暑かったんで、うん、僕びしょびしょだったんです T シャツが、うん、って押したら、汚いデブだからすごい汗が、うわっ、うわ臭い、デブの汗って臭い、プシュッ、うわしまったんです。えっと思ってパッと見たら、それまで拍手だった人らがなんか、うん、ってなってるんです。だから僕も次の駅で降りました。もうやめや、もう言い過ぎやって、いや言い過ぎやって、ダメじゃないですかそういうおばはんは。途中でその言われてるおばはんの顔がもうサガネに見えてしょうがない。あ、そうですか、わかりました、いきます。あ、まあちょっと哀愁なのかなんかちょっとあんま分かんないんですけど、小学校高学年、はい、6年生ぐらいと思うんですけど、あれはね、急にえらい季節外れに寒くなったのね、はい、ある時に、はい、だからまだ冬でもないのにえらい急に寒なって、で俺が何こたつをね、はい、急に出したろうと思って、ちょっと、はい、うん、例年に比べると1ヶ月ぐらい早いねんけど、はい、まあまあええかと思って、はい、まあ、寒かったからこたつ出すで言うて、はい、ああ勝手に出したらええがな言って、でそのいわゆる俺の部屋ってないわけよ、はい、なんかテレビがあって普通な、なんやろ普通玄関入ったらすぐの部屋やねんけど、はい、そこで一応おとんとおかんは寝とんねんか、はい、で
ガーって開けたら、そのほとんどお母さんの布団があって、その一番下のところにこたつ板とかあんなのザー入れとんねやんか。でもうまあまあもうしゃあないから布団ガーってやって、こたつをねガサーって出したら、コンドームが50個ぐらい。その時の親父早かったっすマトリックス何がやつだでもバレバレですよね。まあね、50個出るとか、ああいうのちょっと嫌ですよね。ああいうの悲しいですよ。何やろう、何そんなね、そんな彼がたまたま10年ほど前ですけども、たまたま同時期に同じ自動車学校に通ってたんですよ。ほんで僕は今からその教官と2人で教習所内をこう走るんですよ。ほんでパッて見たら、もう政治は授業終わって、ね、来る時に雨降ってて、もうそこ帰る時は止んでたんですよ。閉じた傘をこうやって回しながら、彼は一人ですよ、一人なのになんか言って歌うと出るんですよ。うわ怖っ、思って、歌うと出ろ思って、こいつ普段こんなんな思ってたら、教官が、はい、よさめしないよ、表出たらおかしな人いっぱいいるよ憎しいヤマウチ、あ、はい、トーク系の番組に呼んでいただいた時に、その時のゲストが福山雅治さんだったんです。山内、あ、はい、トーク系の番組に呼んでいただいた時に、その時のゲストが福山雅治さんだったんです。で、本番前にスタッフの人が打ち合わせに来る時に、プロデューサーとフロアディレクターの人も来て、で、かまいたちさんお願いありますと、ちょっと福山雅治さんがゲストっていうことで、みんなちょっとやっぱり緊張じゃないですけど、かしこまってるんで、もう山内さんにめちゃくちゃにしてほしいんですよって言われます。で、はいはい、あ、はい、わかりました。僕そのめちゃくちゃにしてほしいってなんやねんって、わかりました、はい、まあ、できることやりますって言ってたら、途中で福山さんがグッズ販売されてて、でこういうボクサーパンツを売ってるんですって、デニム柄のボクサーパンツ、これ山内さんちょっと仕込んどいてもらって、グッズ紹介の時に僕履いてますみたいな感じで出してもらって、でそっからかき回してほしいんですって言われて、でいやそんな武器ではないよって、すごいの渡しましたみたいな感じで言われたんですけど、そこまで強い武器じゃないのになと思いながら、わかりました、ちょっと履いときますって言って、じゃあお願いしますってフロアディレクターの人とプロデューサーの方出て行って、でどうやったらいいんかなって考えてたんですけど、僕は特技じゃないですけど、調子いい日はおならを好きなタイミングで出せるんですよ、はい、それで何度か危機を乗り切ってきたんで、おならで、おならってまあなんとかなるじゃないですか、ね、だから最悪おならで行こうかなってぼんやり思ってたら、その日の収録で奇跡的な流れができて、最初福山さんの幼少期の話になった時に、福山さんがちっちゃい頃でっかいしゃもじでなんか悪いことしたらこう叩かれてたと、で山内ちょっと体験してみろみたいなので、僕お尻をしゃもじで叩かれて、バッチリやんか、お尻にちょっとダメージを負うみたいな流れになったんですよ。でその次が福山さんが最近ハマってることっつって、福山さん最近腸活にハマってるって言って、で腸の活動が良くなるドリンクみたいなのをみんなもですけど僕も飲まされたんですよ。めちゃくちゃフラグ立てれたやんと思ってマジかと思って、で次グッズ紹介で福山さんこんなボクサーパンツ出されてますっていう時に、すいません実は僕履いてますって言って、ボクサーパンツ僕履いた状態でバーって出て、でその瞬間に思いっきりタイミングよくブーってもうベチベチとか笑えないおならじゃなくて面白いブーっていうおならが出たんですよ。もう完璧なフラグ立ってるから、もうドカーンなるのを想定してたら、
シーンってなって、福山さんも出演者もお客さんも誰一人笑わなかったですよ。なんでなんでじゃないですか。完璧すぎて僕滑った時の流れも想定してないし、何の音も聞こえなくて、唯一聞こえた音がめちゃくちゃにしてくださいって言ってたディレクターの、嘘やろ。腹立つね。ほんまに腹立つねよな。そういうの何の返しも想定してなかったから、僕そんな滑ってる状態で急に履き心地紹介しだしたんですよ。この体操で合わせて、まずすごい履きやすいです。こいてないみたいな、こいてないみたいな感じ。ほんまびっくりしたよ。なんでやろな。なんかあったんやな。なんかいろんなこの何やろな。ほんま濱家は一瞬笑ったんすよ。ああ、でもみんなが笑ってないの察知して、うんうん、急に向こうが言った。やばい、裏切った裏切った。オンエアもない、全てオンエアか丸々カットです、急に僕が履き心地紹介して真っ赤な顔して履き心地紹介なんでやろって言われて。これ初登場やんな、はい、泣いて連れてかれるんだよ。オードリー春日どうなる。ドイツにドイツまあ、ロケに行ったんですね。でめったにないことなんですけど、はい、たまに、スタッフさんが現地の人ってパターンがあるんですよ、はいはいはい、でその時はドイツに行った時は、カメラマンの人がドイツ人の方なんですね、もう本当日本語は通じないぐらいの感じ、完全なるドイツの人で、まあディレクターさんとかコーディネーターさんは日本人の人だったんですけど、まあそれでまあロケやりましょうとなりました。打ち合わせもそこそこに、まあ、始まりまして、でドイツの その空港を出て、まあ、空港出て一発目だったんで、私そのトゥーストやりたいなと思いまして、扉が、まあカメラマン、ドイツ人のカメラマンさんが空港外でこう待ってるんですよ、自動ドアのところで。で私がこう出た瞬間に